こんにちは、わけおさめるマット丸山でございます。まずですね、チャンネル登録者数900人突破しました。ありがとうございます。マジでありがとうございます。本当にね、一応目標としてたね、今年年内1000人っていうのがね、かなりその現実味を帯びてきたかなという気がしております。はい、いやマジでありがとうございます。で、ね、1000人ね、行ったらなんかやりたいなと思ってるんですけど、生配信とか、僕の生配信とかね、興味ありますかね？どうですかね？ぶっちゃけますと、編集がない僕の喋り結構グダグダなんで、本当に大丈夫かなっていう気はしてるんですけど、どうっすか？生配信やってみてもういいっすかねっていうね。どうですかっていうのをちょっとコメントで教えてほしいなと思います。はい、というところでやっていきたいと思います。ブレッドトレインですね、見てまいりましたので、レビューしていきたいなと思います。で、皆さんあらすじ、予告ですね、見た体で話していきます。前半ネタバレなしで、後半ネタバレありで話していきたいなと思います。今回の監督ですね、デビッド・リーチ監督でございます。デビッド・リーチといえばデッドプール2、アトミック・ブロンド、ワイルド・スピードのスーパーコンボ、あとジョン・ウィックの2と3の制作総指揮と、本当かどうかわかんないですけど、ジョン・ウィックの1作目の監督ですね。これなんかやってたんだかやってないんだか、なんか実はやってたけどクレジットにはされなかったみたいな、話もあるみたいですね。はい、だからもうこれ見た感じ、もう本当に今の、最新のアクションをいろいろやっている監督かなという感じですね。で、もともとなんかね、ブラピのスタントマンをしてたらしいですね。はい、なんかそのつながりで今作出てくれたのかなという感じが、ちょっとしましたという感じです。で、一応ね、デビッド・リーチの作品にブラピは一回出てまして、デップ2です。デップ2 の、 透明人間ですね。はい、透明人間が感電死する瞬間に一瞬だけ姿見えるんですけど、それがブラピです。ほんと1秒も出てないです。 2,3 フレぐらい出てます、デップ2には。そういう関係性がありましたというところですね。で、今作ね、予告見た感じね、かなりスカスカと、スカスカって言うとあれだけど、結構バカなアクションかなと思ってたんですけど、意外とそんなこともなかったなという感じがしましたね。結構ね、会話劇というか密室劇というか、そういう感じがありました。結構会話が多いですね。なんなら3分の2ぐらい会話で、構成されてるかなという感じですね。テンポのいい会話劇、そして結構残酷なアクションっていうと、もう何でしょうっていうと、もうね、皆さんご存知タランティーノですね。はい、タランティーノが多分浮かぶ人が多いと思うんですけど、タランティーノ好きだなーっていうのがね、すごい出てますね。なんでタランティーノ好きな人はちょっと見てみてもいいかもしれないですね、という気がしました。あれですね、なんか無駄な会話に見えて、後々こう全部絡んでくるみたいないう展開ですね。まあ、そういうの好きな人は見た方がいいかなと、見て楽しめるかなという気がします。で、主演はブラッド・ピットでございます。僕大好きです、ブラピア本当に大好きです。セブン、もう僕ファイトクラブはね、もう人生ベスト級に好きな、人生ベスト級何本あんだよっていう感じですけど、好きな映画です、ファイトクラブは。はい、ファイトクラブ、そしてイングロリアスバスターズ、ワンスアポンアタイムインハリウッドと、もう本当にもう面白い映画ばっか出てますね。本当に制作もやっておりますね。ディパーデット、キックアス、ムーンライト、バイス、それでも夜は明けるとかね、もうアカデミー賞を取ってる作品もやっちゃってますという感じですね。で、今作ね、アーロン・テイラー・ジョンソンが出てるんですけど、キックアス役ですね。はい、でキックアスの制作もやってるってとこで、こういうところでもね、なんか繋がってくるなっていう、気がして、ちょっと面白いなという感じですね。で、今回ね、結構おどけた、お茶目なブラピが見れます。はい、結構2枚目のね、かなりかっこいいブラピって感じではないですね。結構ね、こんなブラピ見れんのいつぶりだろうってね、めちゃめちゃ思ったっすけど、考えてみてもいつぶりかわかんないぐらい、かなりお茶目でした。これもね、結構レアなんで、まあ見てみていいんじゃないかなと思います。デップ好きな人向けに言うと、これは見てくださいという感じです。デップ好きな人はね、めちゃくちゃ上がるシーンがね、後半に一箇所ありますね。
それとあとね、一個だけ先言っとくと、日本が舞台なんですけど、海外の人が撮った日本、まあ、よくあるなんじゃこらみたいな日本あるじゃないですか。あれが苦手な人は、見ない方がいいです。はい。ね、そこの保証は僕はできません。はい。僕は結構ね、好意的に受け止めちゃったんですけど、苦手な人がいるならね、気をつけてくださいという感じでございます。それじゃあね、こっからは、ネタバレありで語っていきたいなと思います。まず冒頭ね、まあ、病院で木村が出てきますね。でまあいろいろあって、新幹線乗りますっていう感じになるんですけど、もう東京の描写ですね。東京の描写がね、かなりサイバーパンクですね。はい。めちゃくちゃサイバーパンクですね。なんかネオンの感じとかね、テロップもこうネオンっぽい、赤いネオンっぽいっていうかね、そんな感じがします。うん、木村の俳優さんね、やっぱね、どうしてもね、日本語がね、聞き取れないんですよね。これはね、しょうがないです。っていうのもね、ネットフリックスで、ケイトっていうね、これまたね、サイバーパンクで日本を、今の日本を舞台にした、殺し屋もののね、映画があったんですけど、これもね、変な日本なんですよ。現代の日本なのにめちゃめちゃネオンがすげえし、ケイトのプロデューサーをね、デビッド・リーチがな、やってたらしいんですよね。っていうところでなんか、めちゃめちゃ妙にね、納得しちゃいましたね。サイバーパンクの日本が好きなんだなっていうのが出てました。出てましたっていうか、もうそういう人なんだなっていうのが分かりましたね。ケイトね、ちなみに面白いのは面白いです。世界観はかなり面白い。今作との違いで言うと、かなりブレードランナーをね、意識した作品になってます。雨の降ってるネオンがいっぱいの、東京日本っていう感じでね、かなりブレードランナーをベースにした作品になってるかなと。世界観が楽しいんでね、結構ね、あとね、むちゃくちゃかっこいいね、カーアクションがあります。そこはマジ見てほしいっすケイトの話になっちゃったな。アクションむちゃくちゃ面白いんで、ケイトはね、おすすめではありますね。はい。変な日本ですけど、おすすめではありますという感じです。あとね、せめてね、ごめん、これはね、ちょっとどうなのか分かんないですけど、日本語の字幕を出してほしい。日本語にも。ちょっと今作やっぱりね、思いましたね。やっぱり何言ってるか分かんない。やっぱありますよね。多分言い回しがね、今の日本の人の言い回しじゃないっていうのもあるんですけど、真田広之のね、言ってるセリフとか聞き取れるけどね、何言ってんのみたいな、ね、結構感じはありましたよね。はい。別に僕はなんか全然なんだこの日本みたいなのも結構面白いなと思って見ちゃうんでいいんですけど、何言ってるか分かんないのだけはなんとかしてほしいなっていうところがあるんで、俳優さんが日本語あんま上手くないっていうのはしょうがないと思うんで、字幕をせめてつけてほしいなと思いました。あとレモンとみかんかな。レモンとみかん、この二人ね、すごいいいですね。はい。掛け合いすごいいいです。もう言ってしまえばね、完全にパルプフィクションのジョン・トラボルタと、サミュエル・L・ジャクソンの2人みたいなね、感じがありますね。テンポ感とノリの雰囲気がすごくいいです。可愛いですね。どっちも好きだな、あの2人セットで好きだなっていう感じがしましたね。あ、そうレモンとみかんのあの回想シーンですね。あそこいいですね。あの編集というか演出ね、すごく好きですね。17人殺したみたいな回想シーンなんですけど、第四の壁もね、しれっと超えてるっていうところ、この鉄風譲りのところかなっていうのがありながらね、対位法で見せながら、テンポよく人が残酷に死んでいくというね、はい。ここは僕が好きなシーンの一つだったなと思います。そう、パルプフィクションって言いましたけどね、やっぱ全体的にね、タランティーノ味がすごいですね。はい。会話劇と残酷なアクション、あと無駄な会話に見えて、後々こう全部絡んでくるというか回収してくるみたいなところね、がかなりね、タランティーノっぽいなと思いました。そのパルプフィクション、ヘイトフルエイトかな、ホーネットが実は潜んでて出てくるっていうのもね、ヘイトフルエイトのチャニングテイトムみたいな感じがして、よかったかなと思いますね。で、ちょ、待てよと思ったんですよ。待てよと。スナッチじゃねえって思ったんですよ。タランティーノフォロワーと言われてる、ガイリーチが撮った映画で、しかもブラピが主演っていうところで、で、これをね、時系列もね、かなりむちゃむちゃね、シャッフルして、どんどんこう、みんな絡んでくるみたいな、ね、展開も、やっぱちょっと似てるし、あん時のブラピもね、ちょっとね、おどけてたっていうか、いつものめちゃめちゃかっこいいブラピってよりはちょっとギャグもあったりするブラピっていうところで、まあこれもなんか今作と繋がってくるなっていう感じがね、しましたね。はい。そう、タランティーノっていうよりは、スナッチです。はい。
スナッチがやりたかったんだっていう感じがしました。そう、あの話がね、話が面白いっす。はい、話、あの会話がめちゃめちゃ面白いなと思いましたね。もうほぼほぼ会話で構成してて、わ、意外と喋るな、めちゃめちゃと思って。原作伊坂幸太郎のマリアビートルっていうね、小説らしいんですけど、これどんだけ生きてんのかなっていうのをね、思いましたね。多分こんなに外人の人出てないですよね。あの海外の描写とかも多分付け足してると思うんですけど、だベースというかあの伏線みたいなところは生かしてんのかもしれないんですけど、あとあの編集、そう、編集もね、そのかなりサンプリング感があるというか、もういきなりぶっこんでくんですよね。普通に会話してる途中で何カットかバンバンバンつって挟んできて回想シーンがあるみたいな、編集があって、あ、これ面白いなっていうね、結構ヒップホップ的なノリかなっていうところですね。 SE みたいな感じでポンってあのサンプリングしたりするのあるじゃないですか。なんかあの感じがねありましたね。音的なノリの編集っていうかね、この映画のノリの良さを作ってる一つかなっていうのは思いましたね。まあ、編集で言うとね、あの狼、あのすぐ殺されちゃうけど、狼のねモンタージュがすごい、あそこはすごいです、本当に。まずね、セリフが一個もないですね。あのセリフ一個もないのに、狼のどういう育ちをしてきて、まあ、どういう人間でどういう人と出会ってなんでここに来てんのかってのがちゃんとわかります。めちゃめちゃすごい。あのね、これやるのねマジで難しいと思いますよ。あの僕だったらねセリフ入れちゃうもん、多分ね。あのこれで伝わるかなっていうのがね結構不安になるんで入れちゃうと思うんですけど、もう客を信じて、セリフを入れないというね、映画的に見せるっていうところですね。ここは素晴らしいシーンでしたね。はい、ホーネットですね。ホーネットがね、あのデップのねドミノでしたね。はい、あ、ドミノじゃんと思ってね。ここはファンサービスなのかなっていうところですね。っていうかね、まあ、それで言ったらね、もうオーラスのラストですよ。ラストのライアン・レイノルズ、いやマジで膝叩いて笑っちゃいましたね。あれすごいわあれすごい。な、仲いいんだね多分ね。多分 2,3 カットぐらいしか出てないっすよ。数時間で撮影終わってるよ多分あんなの。これもまたね、あのデップファンの方に向けた、ファンサービスかなという感じですね。これはマジでおもろかったです。ブラピがもう散々言ってた不幸だっていうね、不運だっていうところにも、ここでまた不運出てくんだみたいなね、繋がってくんだっていうのが、いやーおもろかった。てかこのほぼね、このギャグのために不運ってのをなんか用意してたんじゃねえぐらいの感じがしましたね、一本通してね。で、あのホワイトデスの話で全部繋がってくるってところね。うわ、ここもね、楽しい。楽しい。ちょいちょいね、回想シーンとして何カットかちょこちょこっとこう、いろんなところで出てたね、回想シーンがね。ここで全部集約してくるんだっていうね、こう、パズルをこう合わせるみたいなね、楽しさね。ありましたね、ここはね。あとあれだ、ブリーフケースをこう、なんか開けようとしてる側近の二人ね。あそこね。あのどうでもいい会話、愛の好きっすわマジで。あれっすよ、いきなりヒーロー流れますね、ここで。ヒーローかよっていうねそこなんだっていうのは思いましたけど、まあ殺し屋たちがここでまあヒーローになってくっていうところもあると思うんですけど、まあこれまさかの夏メロでね、ちょっと笑ってしまいましたね。クライマックス以降ね、ブラピがねかなりデップ化してきます。どんどんデッドプールみたいになってきます。前半からね、もうどん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 デッドプールに化していくブラピの変化をね見れます。はい、でクライマックスの運転手席ですね、あそこでもう完全にデップになります。はい説明書バーって見て、あったとか言うのとかもう完全にデップですね。もうあの僕はもうアイアンレイロンズにしか見えなかったですね、後半は。もうすでに、あとボトルウォーター、天然水もね僕はちょっと好きですね、あれね。やっぱね、やっぱかっこいい、単純に絵がかっこいいし、あのボトルウォーターのセクションはねかなりスタイリッシュでね、めちゃめちゃかっこいいなという感じですね。まあ編集もね、まあ今作ねテンポを徹底的にね意識してるっていうところでね、ソリッドに、撮っていましたという感じでございましたね。あのデビッド・リッチ自己シーン好きなのかなっていうのがね、自己シーンっていうかね、自己をスローで撮るのがね好きなのかなっていうのがありますね。デップでもあったと思うんですよね、自己をスローでこう撮っていくみたいな、スローでこう主人公がこう動いていく中でこう、なんかそんな中でもなんかギャグが1、2個あったりみたいなところをね、
これをね、なんか別府でもやってたなと思いましたね。そんなところですね。総じてね、マジで思ったより面白かったんですよね。なんかつまんなかったらどうしようかなってめっちゃ思いながら行ったんですけど、動いてるブラピが見れればいいやぐらいで行ったんですけど、面白かったです。まあ、どうでもいいところっていうか小ネタの話すると、プリンスがね、セリフで、あなたのせいでプラン B にさせられたのよみたいなこと言ってたんですけど、ブラピのね、制作会社のね、名前がプラン B ですよねっていうところがありましたね。はい。真田広之と話してて、テントウムシは7つの不運を背負ってるんだ。誰かの部分の7つの不運を背負ってんだみたいな話があったんですけど、そこもセブンなのかなとかね。セブン7つの滞在ですもんね、あれね、テーマっていうか、シリアルキラーがね。はい。なんでそこもなんかちょっとあったり、まあ、ブラピへの小ネタもちょいちょいあったなっていう気がして、ちょっと楽しかった。そこも楽しいポイントだったかなと思いましたね。はい。来週は邦画熱いかなって気がしてて、百花と大森さんの新作ですね、あの2本がちょっと気になります。はい。どうしようかな、また先週みたいに2本見に行こうかなと思ってます。一応そんなつもりで考えてます。よければ皆さん、またコメントいただけたらなと思います。そして、ね、チャンネル登録高評価も、よければお願いいたします。はい。それではまたお願いいたします。